It's 2 a.m. and I can't sleep. 皆さんこんにちは、みさとです。オーストリアからバスに乗ってハンガリーの首都ブダペストにやってきました。ブダペストはその美しさからドナウの真珠とも言われ、世界遺産に街全体が登録されています。ハンガリーはヨーロッパの中央に位置するため中央ヨーロッパと言われます。歴史的には東欧に分類されたこともあるそうです。ブダペスト初日はペスト地区にある聖イシュトヴァーン大聖堂に来ています。ブダペストに来ています。今はこの聖イシュトヴァーン大聖堂というところに来ました。ここに Today everything is 500って書いてあって、古着屋さんです。全部500なんだっけ、ポイントだ。2つワンピースと1つスカートと1つちっちゃなカバン買いました。買っちゃった。はい、4つで2000ポリントだったので換算したらだいたい757円と800円ぐらい。4つでだよ。めちゃくちゃ日本の古着屋さんよりも安くてびっくりです。でも今日は多分セールだったので、セール価格でこれだけ安くなりました。だいたい1つ2000いくらポリントとかするので、今日はなんかセールしてました。ブダペストは結構古着屋さんが多いです。大通り歩いててもいろんな、ここもだと思うんですけど、チェーンの古着屋さんが多かったです。今回ブダペストで泊まったホステルはウォーキングベッドブダペストホステルです。目の前にはブダペスト中央市場がありました。このホステル気に入った点が、このザ・ヨーロッパのアパルトマンみたいなお部屋っていうか、もうそのまんまですね。それを多分改築してホステル用にしてると思うんですけど、もうこのお部屋がすごく素敵でした。映してはないんですけど、キッチンもあったのでご飯を作ることもできました。102ポリントでバナナ3つとリンゴ買いました。この店です。202ポリントは75円くらいです。これで75円ってもうやばいでしょ。高すぎる。こんな感じです
キュウリが多すぎて、トマトも多すぎて隠れてるけど下に緑はいますよ。で、バルサミコをやっと買いました。これはプロダクトオブグリース、ギリシャのバルサミコ酢です。バルサミコ買おうと思ったらこれしかなかったです。本当はオリーブオイルをかけて食べたいよ。5月22日、ハンガリーの首都ブダペストにただいま来ています。このドナウ川の遊歩道にあるこの靴たちは1944年ナチスドイツによって多くのユダヤ人が収容所まで強制連行されたんですけど、そのうちの2000人がここで集団射殺された様子を再現したものです。で、なぜ靴があるかっていうと、その当時、靴が高級品じゃなくて靴がとても裕福なものだったので、靴を脱がされてその靴をどかしてということで、こんな風に靴を再現されています。2005年にここにある英語で書かれてある、2005年にこうやってモニュメントというか再現されたと書いてありました。ここに着いてからもう一回調べたんですけど、こんなに靴の量が多いと思わなくて調べて、そしたら8000人連行されたユダヤ人のうち2000人がここでということで、こんなにも靴があることが分かりました。で、これ全て鉄で再現されていて、すごい精巧に再現されているなって思いました。あ、ここにも書いてある、読めない。ろうそくだったり旗だったりお花だったりコインを入れている人もいました。だから靴はどかしてということなので、実際どこでああいう風に靴の模型がモニュメントが置いてあるのかどうかがちょっとよくわからないんですけど、多分置いてあるところでなのかなと思います。で、そのまんまこの冷たいドナウ川にということです。聖地に鎖橋を渡っています。さっきのがこの辺でこう来て、今渡って向こう側に行こうと思ってます。今日のブダペストは雨が降ったりやんだりと基本的に機嫌が悪めです。今日着てるこのワンピースは昨日の古着屋さんで全部500フォリントセールしてた時に買ったワンピースです。試着室もあったんで試着して、ドナウ川、あれが国会議事堂、これが国会議事堂だって地図に書いてあった、これあれだと思う。ブダ城まで来ました。ここほら登ってきたのが分かりますか、越せばいいのか、緩やかな坂を下ってここまで登ってきました。なんかケーブルみたいな、なんていうんだのがあったけど、それはお金がかかって、歩いてる人もいるので緩やかな坂を
くねくねした坂を登ってここまで来ました。このブダ城、今はなんかミュージアムになってるみたいで、美術館になってるみたいで、あ、オーストリアだ、ウィーンのお城みたいに、ああいう風に中はそういう感じではないと思うので、今日はちょっとパスして、なんか教会とか大聖堂とかに行こうと思います。This could be something like love. This could be something. ハンガリーのポスト。かわいい。ヨーグルトコーナーにあった。なんかこんな感じ、黄色いのがバニラとかじゃなくて多分ヨーグルトで、ね、子供たちが爆買いしてた。なんでだろう。こっち向きに雨が降ってくるから、すぐレンズに雨だ。チケットがいるようです。いけ、今は自分だけじゃなかった。そういったマーケットです。ホストで1回戻ったらここでランチ探しに行こうと思います。 Your lips I can't hear a soundということで、今からさっきの市場に行きます。ちょっと傘差すのに面倒くさ。市場はというのがもう本当近くもので、市場の入り口がここで、ホステルがあそこの黄色い建物です。市場に入っていこうと思います。みたいなので上に行ってみようと思います。ここが中心で、こっち側はこうやって野菜の量り売りをしています。1キロ単位いくらって書いてあります。で、こっち側はお肉とか、あ、ドライフルーツもありますね。ラベンダーのいい匂いがする。あとお土産屋さんだったり、あとなんでハンガリーってパプリカが有名なのかな、このパプリカの粉の売ってたり、
ですね、これ、これがどこにでもあるお土産みたい。今お昼なので、お昼ご飯を食べに2階に登ってみたいと思います。わぁ、なんかめっちゃザ・お土産屋さんがいっぱい。中にはレースが有名なのかな。あ、こういうのとか、こうあれ売ってるかな、ステッカー。 あとこの開けるのが難しいのとか、これとかハンガリーみたいな。ビーフシチューとポテトぬるいけど美味しい。ビーフシチュー美味しい。お昼ご飯を食べて、今から昨日見つけたバリスタのいるコーヒー屋さんで、明後日からの予定を立てようと思います。コーヒーを飲みながら、編集もしながら、明後日からも全部かけながらしようと思います。あった、ブダペストバリスタって書いてあるこのカフェに今日行こうと思います。2015年って書いてたんです。はい、フライデー抹茶カプチーノ。イエス、抹茶カプチーノ。ダツイ。Every lie that you say only pushes me away. Even though I am strong, I can't stay. 今日は350でした。この裏に650って書いてあったから、明日は650になるのかな。長生きの500だったのに。ジャケット、ちょっと薄緑色なの。天気が悪くてわからないけど、ボタン。でもベルトついてないのしょうがないだろうなと思って、ここのポケットかわいいと思って手を突っ込んだら、あ、ベルト入ってた。こっちの自分の部屋はこのランプで、こっちの部屋はこのランプめっちゃ可愛い。Now I must break away now.
ということで、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回からはブダペスト観光で有名なセイチェニ温泉や街歩きの様子を Vlog でお届ければと思います。ドナウの真珠と言われる世界遺産ブダペストのレトロで美しい街の魅力が少しでも伝われば嬉しいです。ということで次の動画でお会いしましょう。バイバイ。